まあ、まあ、契約満了って言われて、もうすぐに、社長にトライアウト出ますと伝えました。もう一番嫌なことって、その俺の周りの普段支えてくれてる人たち、まあ、家族とかそういう人たちを不安にさせるのが一番嫌ですね。10円ハゲできるぐらい悩んだって、よっぽどストレスだったんだろうなと思って。いや、苦しいことだけですよ。めちゃめちゃ辛いです。私たちどこでこれから生活するんだろうねっていう、まあ、アスリートって基本的にかなり孤独な職業なんですね。いろんなやつから連絡来ますけど、決まったとかっていう、自分たちというよりはやっぱり家族、子供がいるから。もうどの職業だって再就職って大変じゃないですか。若くしてもすぐ辞めると思ってたので、しがみついて頑張ってます。サッカーができる喜びっていうのを感じながらやりたいなっていうふうに思うし、まあ、僕は小学校からもうずっと無名なので、小中高って全国行ってたことないですし、ずっと雑草魂ですね。まあ、1月末ぐらいで区切りをつけようかなっていうふうには思ってます。もう引退です。そういう時期なんかもしれないですね。